分かれてるよ。え、緑彼氏いないだろ。はーい、ちょっとハーサー止めてね。これって今私たちじゃないよね。他にもニシン一体の子たちがいるってことか。今までは電波塔に近づいた時しか放送聞けなかったし、知らなかった。ぼんやりしてる暇はないね。早く次の少女地獄に行こう。あ、走るの辛いなら私が体になるけど。ダメ？チッ、ケチ。この少女地獄か、ちょっと厄介そうだね。お便りでは汚したとか約束とか気になることも言ってたけど、まあ毒沼を掃除すればなんとかなるみたいだし、パパッと済ませ。何、死んだ子に対して冷たく見える？だってここあの世だし、そんな話は今更って感じだし。先に伝えとくけど、私はそういう愛とか情とかほかほか話は興味ないから。というわけでおしゃべりもあとね。毒沼掃除に行くよ。
少女地獄の主の記憶？あ、違うか。死んじゃってたらこのニュースは聞けないもんね。ということは、地獄に引き寄せられた別の子の記憶かな。そうそう、前もちょこっと話したよね。この四面体って少女地獄の主に引きずり込まれた別の子の魂や記憶も見れることがあるんだ。この別の子っていうのは主の知り合いだったり、主の妄念と似た感覚を持ってる人ね。多分話の内容で大体わかると思うけど、この四面体は少女地獄の主まほろちゃんの知り合いの記憶じゃないかな。ホロちゃんといい友達もハードな境遇。
る気じゃん。私の出番。はあ、なんとかいけた。その猛念に合わせて書く弱点みたいなものを持ってるやつがいるの。出っ張っててなんか目立ってるでしょ。多分そこだよ。それを壊すと動きが止まったりするから狙ってみたらいいんじゃない。記憶で言ってた絵本かな。絵本ね。こういう子供っぽいのあんまりそそられないんだけど。何何？女の子が二人で旅に出て宝物を見つける話か。ほんとベタベタ。展開とか読めちゃう。
っぱ、時間足りない。仕方ないな。やっぱ、時間足りない。待ってました。なぜ、何、見せて。ダメ、君に引っ張られる。こんな感じ。毒の補充しなきゃ。あっ、ここで玉切れ。そんな、あっ、ここ、よし、これで。もしかして、それ以上お嬢に近づくのはやめていただきましょう。やっぱり毒娘。この子たち、放送で言ってたもう一組の二神一体の子だよね。ねえ、ステッカー集めてるのって君たちでしょ。なんで無視すんの。泥棒猫が話してんのに。待って、泥棒猫って何。失礼、一度行ってみたかったものだから。
ません、お嬢。そのような下々と関わっては。モテる者こそ持たざる者に敬意を払わなければ。その思想こそが青き血、貴族の足並み。そうでしょ、お嬢。なんとご立派な。それと足並みではなくたしなみでございます。そうとも言う。いや、そうとしか言わないし。って、ちょっと。次行こっか。あんな子たちに負けてらんない。